負けるわけねえさ。開かねえのか。やっぱ無理なんてねえの。拒んでいるのか。え？拒んだのは私の方か。耳を塞げ。バカバカ。いいぞ。私が悪かった。開けてくれ。頼む。な、どうやったんだ。また無視かよ。Thank you.
兵器だけじゃなくてよ、兵士も残ってるかもな。そいつらもうルシンになってるよな。人間じゃないんだよな。国運の敵パルスのルシ、始末しねえとな。次はあれかい。ところ敵なし。何がヒーローだ。ここに来るよ。どうします。言いたいこと言いなよ。でも言ったって母さんは。逃げたっていいけど。
私も結構いけるでしょ。油断はなしだよ。大丈夫だ。
くらえ。楽勝だったよな。なんでこんなところに。早く逃げろ。わかった。歩けねえなら隠れて待ってろ。セラーを助けたら一緒に逃げよう。うちに返してやるからな。この待って。セラーって俺の嫁さん。未来のだけどな。パルスのルシだ。ファルシに捕まってこの遺跡にいる。助けてくるから待っててくれ。なんだよそれ。ルシを助けるってなんだよ。あいつら敵だろ。敵は助けるのになんで、なんでおかしいよ。そうだな。ごめんなバカでさ。じゃあな。あいつが戻るまで待って、助けてもらう。誰があいつなんかに巻き込まれてばっかりだ。一昨日ファルシが見つかった時ボーダムに行っただけなのに、軍隊に捕まってマジされて、あいつのせいで母さんか。ああ、みんな守るんだっけな。何がセラだよ。一緒に行こう。直接文句言いなよ。言うこと言わないとずっと苦しいから。よし。あんた一体何しに来たんだ。戦いに来たんじゃねえのか。妹だ。妹？ルシにされた。パルスのルシか。ファルシに囚われているらしい。助け出す。無事なのか。あ、妹さんの使命は。その子がルシにされた時ファルシに何を命令された。やっぱり国運を壊すとかそういうもんか。聞けなかった。いいか姉ちゃん、ファルシは人に呪いをかけてルシに変える。ルシは使命を与えられる。その使命を果たせないとルシはああいう化け物になる。もし妹さんがああなってたら、いやまだでも、そう、ルシになった人間を助ける方法はね。たとえ使命を果たしても普通の暮らしはもうできねえ。永久にファルシの奴隷だ。楽にしてやんな。はっきり言え。ルシも、ルシになりそうな奴も一人残らず殺せってな。あんたのような奴がパージを始めたんだろうな。これが死骸ってやつかよ。ルシにされて死骸になっちゃう。どりゃ！えっ！
Thank you.